酵素反応速度論。酵素反応速度論とは酵素によって触媒される化学反応を反応速度の面から研究する学問。酵素の反応速度論を研究することで酵素反応の機構、代謝における役割、活性調節の仕組み、薬物や毒が酵素をどう阻害するかといったことを明らかにできる。酵素は通常タンパク質分子であり他の分子に採用する。 気質は酵素の活性部位に結合し、段階的に生成物へと変化を遂げる。この過程は反応気候と呼ばれる。反応気候は単一気質気候と複数気質気候に分類できる。一つの気質としか結合しない酵素、例えばトリオスリン酸イソメラーゼの研究では、酵素が気質と結合する際の乖離定数や回転率の測定を目指す。酵素が 複数の基質と結合する場合、例えばジヒドロ陽酸還元酵素では、基質が結合し、生成物が解離する順序を明らかにすることもできる。一つの基質と結合し、複数の生成物を放出する酵素の例として、プロテアーゼが挙げられる。この酵素は一つの基質タンパク質を切断して、二つのポリペプチドにする。二つの基質を一つに結合する酵素もある。 DNA ポリメラーゼはヌクレオチドを DNA に結合する。これらの酵素の反応機構は複雑で何段階にも及ぶことが多いが、通常立足段階があって、これが全体の反応速度を決定する。立足段階は化学反応であったり、酵素や基質のコンフォーメーションの変化であったりする。酵素の立体構造がわかると、速度論的な情報の解釈に有利である。 例えば構造から触媒過程で気質や生成物がどのように結合しているか反応中にどう変化するかがわかる。また特定のアミノ酸酸基が反応機構で果たす役割がわかることもある。酵素によっては反応中に構造が大きく変化するものがあるがこのような場合は酵素の構造を触媒を受けない気質類自体結合した場合と 結合していない場合それぞれで決定しておくと良い。生体で触媒として働くのはタンパク質でできた酵素だけではない。RNA による触媒、つまりリボソームのようなリボザイムは RNA スプライシングや翻訳といった多くの過程で不可欠である。リボザイムと酵素の主要な違いは RNA の方が触媒できる反応が限られているということだ。 もっとも RNA による触媒の気候もタンパク質酵素の場合と同じ方法で解析し分類することができる。酵素によって触媒される反応でもその反応物と生成物は触媒を受けていない場合と変わらない。他の触媒と同じく酵素も反応物と生成物の間の化学並行を動かすことはない。ただし触媒されていない反応と違って 酵素触媒下の反応は反応速度に飽和点を持つ。ある酵素濃度の下で気質濃度が相対的に低いと反応速度は気質濃度に比例して上昇する。酵素分子は自由に反応を触媒でき、気質濃度が上がれば気質と酵素が出会う頻度も上昇するからだ。ところが気質濃度がある程度高くなると反応速度は理論的上限値に前近する。 酵素の活性部位は、ほとんどすべて気質と結合してしまい、反応速度は、酵素固有の回転率によって決まるようになる。この両極端のちょうど中間にあたる気質濃度は、K で表される。酵素の速度論的特徴の中で、特に重要なのは特定の気質に対して酵素が、飽和するのはいつかということと、その時の最大反応速度がどれだけかということである。これらの特徴から、 酵素が細胞の中でどんな働きをしており、条件が変化した時に酵素がどう反応するかを推察できる。酵素の試験とは、実験室で酵素反応の速度を測ることである。酵素は反応を触媒する過程で消費されることはないため、実際に測るのは気質化生成物の濃度変化である。測定方法にはいろいろある。死害、歌詞、近赤外分光法では、 生成物と反応物の急高度の違いを測る。放射能分析では生成物が徐々にできてくるのを放射性元素の取り込みや放出によって測る。分光法は反応速度を連続的に測定できるので便利である。放射能分析ではサンプルを取り出して測定する必要があるが多くの場合非常に鋭敏でごくわずかな酵素活性でも測定できる。よく似た方法として 質量分析器を使う手もあり、気質が生成物へ変化する過程で安定同位体が取り込まれたり放出されるのを観測する。最も敏感な酵素測定法はレーザーを使う方法である。顕微強化で酵素一分子にレーザーの焦点を合わせ反応を触媒する過程での変化を観察する。反応中に補い因子の傾向が変化するのを測定したり、 タンパク質の一部分を蛍光色素で選べるして、触媒中の動きを調べる。こうした実験から酵素単一分子の速度論や、ダイナミクスについて、新しい知見が得られつつある。従来の方法は、数百万にも及ぶ、多数の酵素分子の挙動を、平均的したものを観察していた。酵素測定における典型的なグラフが左に示して、ある。反応開始時点では、 初期速度に従って線形に生成物ができる。時間が経つと反応速度は低下する。気質が消費され生成物が蓄積するからだ。初期速度で反応が進む時間の長さは測定条件によって変わり、数ミリ秒のこともあれば、数時間に及ぶこともある。通常の測定ではこの期間が約1分になるようにしておくと実験が容易である。ただし、 液体を急速に混ぜ合わせる装置を使えば初期速度の段階が1秒に満たない反応でも測定できる。これをストップフロー法という。これらの高速な測定技術は、工述するように定常状態に達する前の速度を調べるのに不可欠である。高速反応速度論の実験では反応のこの初期部分、つまり生成物が時間に比例してできてくる。 線形部分に注目することが多い。しかし、反応全体を測定してそのデータを非線形の速度方程式に当てめることもできる。このような測定をプログレスカーブ解析という。この方法は初期速度が速すぎて正確に測定できないときに有効である。単一基質機構を持つ構想としては、トリオースリン酸イソメラーゼやニホセホグリセリン酸、ムタゼのようなイソメラーゼや、 アデニル酸シクラーゼや RNA リアーゼであるハンマーヘッドリボザイムような分子内リアーゼがある。ただし気質が一つしかない酵素でも反応気候は単一気質気候でないことがある。カタラーゼがその例で、まず気質である過酸化水素の一つ目の分子と反応して酵素人が酸化され、続いて二つ目の分子によって還元される。確かに気質は一種類がが就職された酵素が、 中間体として存在している以上、カタラーゼの反応機構はピンポン機構と言うべきである。これについては複数気質反応として講述する。酵素によって触媒される反応は飽和を示すので、反応速度は気質を増やしてもそれに比例して線形に増えるわけではない。反応の初期速度を気質濃度を変えながら測定すると、反応速度は右に示すように S に合わせて上昇する。 しかし、エソがさらに増えると酵素は、基質で飽和し、反応速度は、酵素の最大反応速度ボルトに達する。単一基質反応におけるミカエリスメンテンのモデルを、右に示した。まず酵素 E と、基質 S が反応して、酵素基質複合体 ES を作る二分子反応が、起こる。単分子反応フォーミュラ1で表される、触媒反応の機構は、 実際には複雑かもしれないが、通常一つの立足段階があって、触媒作用を速度定数キロを持つ一つの触媒反応で表現できる。キロはキロや回転数とも呼ばれ、酵素が1秒に行える反応回数の上限を示す。基質濃度 S が小さい場合、酵素は有利型 E と基質酵素複合体 ES の平行状態にある。S を増やすと、 E が減って ES が増え平行が右に傾く。反応速度は ES によって決まるため S のわずかな変化でも反応速度が大きく変わる。しかし S が非常に大きくなると酵素は完全に気質で飽和しすべて気質酵素複合体 ES となる。こうなると反応速度は S が少し変化したくらいでは変わらない。ここで E は酵素の全濃度であり、 飽和条件での ES 濃度にほぼ等しい。ミカエリス面点ンンの式は反応速度 V が高速基質結合の平行や速度定数キロとどう関係するかを示す式である。レオノールミカエリスとモードレオノーラ面点ンンはキロがキロよりもずっと小さい時、次の式を導いた。この式は単一基質機構を持つ高速ほとんどの速度論の基礎となる。 未回り指定数 K は、酵素の反応速度が、ボルトの半分になる時の基質濃度として定義、されている。このことは、未回り面点式で S イコール K を代入してみれば確認できる。反応の立速段階が、基質の乖りよりもずっと遅い場合、未回り指定数 K は、複合体 ES の乖り係数におおむね等しい。ただし、このような状況は、比較的稀である。 多くの状況では、キロ、キロであり、ブリックズ・ハルデイン状態と呼ばれる。定常状態近似からわかるように、ミカエリス面ン,ン式はこれらの状況でも成立する。初期速度の段階では、反応速度はほとんど一定であり、ES も変化しないことがわかる。よって、ES は下の式で与えられる。ここで、ミカエリス定数、K の定義は、まとめると、反応速度、 V の一般式は再びミカエリス面点ンン式に戻る。得意度定数法ミュラ Q は酵素が基質を生成物に変換する際の効率を示す。ミカエリス定数の定義からミカエリス面点ンンの式は次のような形にも書ける。ここで E は有利の酵素濃度である。つまり、得意度定数とは有利の酵素が有利の基質と結合して生成物を作る。 異の実質的な二次の速度式である。得意度定数は、溶液中で酵素と気質が出会う頻度によって制限されるが、その値は 10ms にも及ぶ。驚くべきことだが、この最大速度は、気質や酵素の大きさとはほとんど関係ない。二つの気質があったとき、その得意度係数の違いは、酵素がそれぞれの気質を変換する際の効率の違いを定量的に表す。 気質濃度 S が小さいとき、ミカエリス面点ンン式のグラフの傾きから得意度定数を知ることもできる。バージニア大学のミカエリス面点ンン速度論のチュートリアルで速度論的パラメータが変わったときの酵素の挙動を試してみることができる。V と S を縦横にとってグラフを描くと直線にはならない。S が小さいうちは線形だが、S が大きい部分では飽和し、 グラフが曲がってくるのだ。コンピュータで非線形回帰分析ができるようになる前は、この非線形性のせいで、K と、ボルトを正確に読み取ることは難しかった。そのため、LineWeaver イ,ーーイコールバークプロット、ED イコールホフステーズ、h イ i n イコールウルフプロットといった線形化手法が編み出された。これらの表現法は、データを表示するには有用だが、速度係数を求めるためにはもはや使われていない。 非線形回帰によって、より正確に係数を求めるソフトウェアがあるためだ。Line Weaver イ,ーーイコールバークプロット、別名、二重逆数プロットは、速度論的データを示す際によく使われる。これは、カエりス面点式の両辺の逆数を取ると得られる。右に示したようにカエりス面点式の線形化であり、y イコールメートル xc 型の直線となる。y 切片は1。 ボルトに等しく、X 切片はマイナス1、K を表す。フォーミュラ11、もちろん、1、S が、負となるような部分の数値を測定することはできない。1、S イコール0である加減は、基質濃度無限大にあたり、右に示すように1、V イコール1、V である。また、X 切片は、正の濃度における実験データから外装したものである。 しかもラインウィーバーイコールバークプロットは、気質濃度が低い条件で測定したデータを過大評価しており、ボルト、時計を不正確にする恐れがある。より正確な線形プロットは ED イコールホフステーツである。この図では V を V、S に対してプロットする。三つ目の線形プロットはヘインズ z ルフプロットであり、S、V を S に対してプロットする。 どの場合でもデータを正規化することで実験の量を減らし結果の信頼性を改善することができるし視覚的または数値的な解析にも適している。酵素の速度論を研究することは2つの基本的な理由から重要である。まず、酵素がどう働くかを考えるのに役立つ。また、生体内で酵素が示す挙動を予測するのにも役立つ。 上のように定義された、速度定数、K と、ボルトは、複数の酵素が共同して、代謝を制御する仕組みを理解する上で不可欠である。このような制御を理解することは、単純な形においてさえ容易ではない。例えば、オキサロサク酸は、ミトコンドリアの中で、リンゴ酸でヒドロゲナーゼによって生成される。その後、リンゴ酸シンターゼ、ホスホエノールピルビン酸、 カルボキシラーゼ、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼなどによって消費され、それぞれクエン酸回路、糖心性、アスパラギン酸生合成へと進む。それぞれの経路にどれだけのオキサロサク酸が進むかを予測するには、オキサロサク酸の濃度だけでなく、各酵素の濃度と速度論的係数の情報が不可欠である。代謝経路の動態を予想することの究極の目的は、 酵素の速度論と遺伝子発現の莫大なデータを一個体全体の数学的モデルとしてまとめ上げることにある。この目標は、真核生物に関しては、まだまだ先が長いが、バクテリアに関してはすでにエシャーケア古来のモデルが作られて試験中である。複数気質反応の速度方程式は、気質結合の仕方や順序を記述する複雑なものとなる。このような反応を解析する際、 一つ目の気質 A の濃度を一定にして二つ目の気質 B の濃度だけを変えると簡単でる。この場合、単一気質酵素と同じ挙動になり、V を S に対してプロットすると、気質 B に対する見かけ上の定数、K と V が得られる。いくつかの A の濃度について、この測定をすれば、反応機構を考察するのに役立つデータが得られる。 二つの基質 A と B を生成物 P と Q に変化させる酵素の場合は、反応気候として三重複合体気候とピンポン気候の二つがある。このタイプの酵素では、基質が二つとも同時に酵素に結合し、EAB という三重の複合体を作る。基質結合の順序は、決まっていない場合と決まっている場合がある。三重複合体機構を持つ酵素について、A の濃度を固定して、 B の濃度 S に対する V のグラフをラインウィーバーイコールバークプロットで描く。A の濃度を変えてグラフを何本か描くと、これらの直線は1点で交わる。三重複合体機構を持つ酵素の例としては、グルタチオニエストランスフェラーゼ、ジヒドロウ酸還元酵素、DNA ポリメラーゼが挙げられる。次のリンク先は、ジヒドロウ酸還元酵素や、 DNA ポリメラーゼの反応機構を短いアニメーションで紹介している。右に示したようにピンポン機構を示す酵素は E と就職型 E という二つの状態を持つ。就職型 E は反応中間体と呼ばれる。この機構では気質 A が結合すると酵素は E になる。例えば反応中心に気質の一部が転移し気質の残りの部分が乖離する。 一つ目の気質が離れて、初めて二つ目の気質が、就職型酵素 E に結合し、反応できる。反応した酵素は、非就職型 E に戻る。A の濃度を固定して、B の濃度を変えながら、S に対する V のグラフを、ラインウィーバーイコールバークプロットで描く。いくつかの A 濃度について、これを行うと、平行線となる。ピンポン機構を示す酵素としては、 チオレドキシンペルオキシダーゼのような酸化還元酵素、アシルノイラミン酸七ジル定位酵素のような定位酵素、トリプシンやキモトリプシンのようなセリンプロテアーゼがある。セリンプロテアーゼは非常に普遍的かつ多様な酵素群であり、消化酵素や血液凝固化スケードの酵素の一部も含まれる。セリンプロテアーゼの場合、E 中間体はアシル酵素複合体であり、 基質タンパク質のペプチド結合に活性部位のセリ残期が嗅覚付加してできる。部位を S に対してプロットした時シグモイド曲線となる酵素がある。これは活性部位への基質結合が協調的であることを示す場合が多い。つまり一つの基質結合が続く基質結合に影響するのである。この現象は複数の活性中心が 相互作用しているような多量体酵素でよく見られる。協調の気候は、ヘモグロビンの場合と似ており、気質が一つの活性部位に結合すると、他の活性部位の気質への親和性が変化するのである。性の協調は、一つ目の気質結合が、他の活性部位の気質親和性を高める場合に起こる。負の協調は、一つ目の気質結合が、他の活性部位の親和性を下げる場合に起きる。 アロステリック酵素の例としては、負の協調を示す、哺乳類のチロシン TRNA 合成酵素、性の協調を示すバクテリアのアスパラギン酸、トランスカルバモイラーゼや、ホスホフルクトキナーゼが挙げられ、協調現象は驚くほど普遍的であり、気質濃度の変化に合わせて、酵素の反応を変えるのに役立っている。性の協調を示す酵素は S に敏感に反応し、 気質濃度のわずかな変化で大きな活性変化を見る。負の強調では逆に S が少し変化したぐらいでは活性があまり変化しない。ヒル方程式は非未解ンテン型の速度論において強調の程度を定量的に表すのによく使われる。この式から得られるヒル定数 N は気質の一つの活性部位への結合が他の活性部位での質結合に どう影響するかを表す。1未満の値は、負の強調を表し、1を超える値は、正の強調を示す。構想気質と混合した直後には、生成物はまだできていないし、反応中間体も存在しない。この五数ミリ秒間の反応を扱う学問を、全定常状態速度論という。つまり、全定常状態速度論では、定常状態以前の段階での、 高速質中間体の生成と消費を扱う。この手法が最初に用いられたのはキモトリプシンによる加水分解反応の研究であった。反応機構の調査では中間体を検出することが動かぬ証拠となることが多い。例えば前述のピンポン機構では高速な速度論的測定によって生成物 P の放出や就職された。 酵素中間体 E の生成を検出できる。肝トリップシンの場合、活性部位にある嗅覚性セリンが気質を攻撃することで、アシル酵素中間体ができる。渦では酵素から E が反応開始後数秒のうちに急速にできる。定常状態に達すると速度は低下する。反応が爆発的に進むこの期間は酵素の単一回転に相当する。よって、 この間に放出される生成物はその測定において活性を持っていた酵素の量も表す。酵素の速度論を研究する重要な目的の一つが酵素反応の機構を科学的に説明することである。気質が、生成物に至る化学反応の各段階を明らかにするのである。上に述べたような速度論的手法によって反応中間体がどんな速度で生成し、 相互変換するかを明らかにできるが、各中間体が何なのかを確実に決定することはできない。反応液の条件を変えたり、酵素に変異を加えたり、少し異なる気質を使って、速度論的解析を行うと、気候の科学的側面が分かってくることが多い。反応の立測段階や中間体が明らかになるからである。例えば、 水素原子との共有結合の切断はよく、立足段階となっている。考えられる水素転移のうちどれが立足段階であるかは、水素原子を一つずつ安定同位体に置換することで調べられる。立足段階に関わる水素原子が置換されると一時同位体効果によって反応速度が変化する。重水素への結合は通常の水素への結合よりも切れにくいからである。 C、C や O、O など他の原子についても同じような効果を観測することができるが、水素の場合ほど顕著ではない。同位体を使えば、気質分子の各部分が生成物分子のどこに対応するかを調べることもできる。例えば、最終産物中の酸素原子の由来を明らかにするのは難しいことが多い。水から来たのかもしれないし、 気質から来たかもしれないからだ。これをはっきりさせるには、反応に関与する分子に含まれる、酸素原子を、一つ一つ、安定同位体で置換して、生成物中の同位体を調べればよい。酵素の科学的機構を調べるには、溶液の pH を変えながら、反応速度や同位体効果を調べるのもよい。金属イオンなどの保因子を変えたり、保存されているアミノ酸残機を、 選択的に変異させたり、気質アナログの存在下で酵素の挙動を調べるのも有用である。酵素阻害剤とは、酵素の活性を弱めたり、完全に失わせる分子である。阻害剤には、可逆的なものと不可逆的なものとがある。可逆的阻害剤は、K とボルトに及ぼす影響の違いによって、競合的、不競合的、非競合的、混合型に分類される。 これは、阻害剤が結合する相手が、酵素 E なのか、酵素基質複合体 ES なのか、両方なのかによって決まる。阻害剤が、どのタイプに当たるのかは、阻害剤濃度を変えながら、酵素の反応速度を測ればわかる。阻害剤濃度ごとにラインウィーバーイコールバークプロットや、ED イコールホフステーズを描くと、阻害剤の種類によって、グラフの変化の仕方が異なる。 記述を簡単にするために、遠く。ここで、K と K はそれぞれ、酵素、または、基質酵素複合体に対する、阻害剤の解離定数である。可逆的阻害剤があると、酵素の見かけ上の K と、ボルトは、それぞれ K と、ボルトに低下する。非線形回帰によって、酵素の速度論的データを、上記の速度方程式にフィットすれば、 乖離定数、K と K を正確に算出できる。阻害剤には、酵素を不可逆的に阻害するものもある。不可逆的阻害剤の多くは、活性部位の残機と共有結合を作って、酵素を収縮してしまい、自殺機質と呼ばれる。このような反応は、指数的減衰を示し、通常飽和がある。飽和未満では阻害剤との反応は一時反応の速度論を示す。 酵素と気質の相互作用を表すモデルとしてよく使われるのがインドストフィットモデルである。このモデルでは酵素気質相互作用ははじめのうちこそ弱いがこの相互作用によって酵素の立体廃座が間もなく変化し気質との結合が強くなると考える。また立体廃座の変化のため活性部位の触媒に関わる残機が気質中の変化を受ける結合に近づく。 結合が成立すると、何らかの機構で、反応の繊維状態のエネルギーが低下する。つまり、反応の別経路ができる。触媒の機構としては、結合の歪みによる、触媒、反応部位同士が近接して、適切な位置関係にあることによる、効果、活性部位からのプロトン受受による、触媒、共有結合を伴う触媒、量子トンネル効果などがある。 酵素の速度論的考察だけでは、触媒の種類を特定することはできない。しかし、速度論的データから可能性を絞り込んだ後、別の手段で確認することができる。例えば、バースト基前定常状態を示す、ピンポン気候型酵素では共有結合が、触媒過程で重要だろうと推測できる。また、pH を変えた時にボルトが大きく変わるが、K は、 あまり変化しない酵素の場合、活性部位が特定のイオン化状態にあることが、触媒に重要なのだろうと言える。リンク先は英語のサイトである。以下のリストは英語文献ばかりであるが、翻訳があるかもしれない。入門書。発展的な本、すべて英語である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。